次はですね、誰やったっけ。次はもううちのまさかチヂミアボガトンですよ。おお、で七夕に向けてのもう最終定期。そうですね、はい。まあ、うちの核弾頭ですけども、まあ、あの二人がですね、どんなステージをしてくれるかというと、あ、もう勝手に出てきました。勝手に出てきました。もうこの辺がアボカドン。そんなことある。はい、この辺がアボカドンですね。そんなことある。はい、じゃあ、はい、あなた、お、めっちゃ増えてる。お前いっぱいいる。はい、未来の海に季節の北書いてミキとバブル古川でーす。二人、あれ、もたやで、もたやで、4人合わせて、今日は初めましての4人合わせてアボカドンです。よろしくお願いします。初めまして。緊張しますね。だからやっぱりちょっとアボカドのね、あのまだ青い方のミユイの服を、ね、今日着てきたんですね。分からんです。初心者。基本緑やな。そう、基本緑やな。基本初心者。ほんで、ほんで、どうすんの。まとまらへんねん、まとまらへんねん。いつもなんか脱線し続けんねん。司会者とお前らやから、マイク1個。あ、そうしよう。じゃあ1個。七夕に向けてのライブでしょ今日。そうです。どういう七夕のライブにするかお客さんが言わないと。もういろいろね、託すな、いろいろ。ね、まずね、やっぱ7月7日みんなもうあの笹に短冊を書いて吊るす的なことをもう何年もやってない。敵ちゃうやん、もうそれを言うてるから。敵じゃなくて大丈夫や。そういうことをさ、みんなもうやってへんと思うねん。な、長らく何十年と。28日に笹届いたもんね。もう何やねん、もう言うんやったら言ういいや。なんなん、ちょっとカピカピになってるんね、笹がね、笹の葉が。そうそう、笹届いて、笹の寿命が分からへんってなってさ。ほんで松に届いたから。そう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 。とりあえずあの一応広げてんけど、水に浸してね。ないそう、水に浸さなあかんやろって言って。まあそんなんどうでもいいねんけど。それと他は何ありますか、古川さん。え、歌いたいんですけど。あ、失礼します。どういうこと。何やそれ。まあおいおいね、おいおい言いますよ。おいおい言いますから、ちょっとちゃんと聞いてください。はい、ほんでやりますよ。スタンドマイク的なことですか。いるいるいる。あ、こっちになんかいけてんの。あんでミキティ、あ、いけてんのください。いけてんの、いけてんの。ありがとうございます。このポジションということは、はいはい、ちょっと知ってる人は知ってるかもしれへんね。うちらの最初のユニット、ね、ユニットっていうか真っ黒ユニットですかよね。やりますね。発表会的なやつやったよね。やりますね。えってるね。むちゃむちゃ前だよ。何十年前やか。知ってはるよ。やば、仲いいうちらそれ。10年前からね。10年来の友達ですけども、お願いします。はい、それでは聴いてください。ホワイトじゃない、スピードでホワイトラブ。
すごいよ。これが一番盛り上がってた。一番 やってくれてた。やっぱりね。やっぱスピードはみんなのね、あれアイドルですね。そうやね。世代で。こんなに盛り上がるとは。よかったよ。よかった。ありがとうございます。よかった。ちもさん、そっち側に行きたいよ。早く飲んで。はい。それで次は、次は何ですか？あゆです。次ね。あゆということで、どうしてもね、もう一人であゆをやりきるということで、ちょっとミキはね、タイさん謎に、ここ座っとこうか、うん、そうしよう、こういう感じで、わかるとかったら歌って、え？やばい、めっちゃ上からやばい、こういう感じでいこうか、それこそミキティやから、そんな感じで、うん、じゃあ、ここで、みんな一緒にね、手拍子して、いきましょうか、夏なんかです、タイトル何でした？フェアリーランドです。え？フェアリーランド、じゃあ、皆さん聞いてください。あゆでフェアリーランド。4月7日来てねー、やったー。
ですか。そうですか、はい、でもちゃんといい加減ちゃんと告知をしたいと思いますけど、はい、ね、もういい加減みんな何言うてんやろういうことになりますから、はい、ちょっと古川沙織の方から、はい、お願いします。7月7日にこの2人でツーマンライブをやります。ありがとうございます、はい、お互いバンドを引き連れて、そうですね、はい、ここでやりますよ、ここで、オープニングアクトは先ほども言いましたけども、コア、はい、ちゃんが、はい、浴衣、かわいい浴衣で登場してる。うちはね、白地の浴衣を着てほしいなと、あ、個人的に思ってます。そんな感じなんだ、コアちゃん、白地にピンクとかがいいね。そうそうそう、もううちらはもうコインでね。コアちゃん、コアちゃん、白地の浴衣持ってる？薄ピンク、ぽいぽいぽい、薄ピンクやってみんな。もう何でもいいよな、コアちゃん。何でもいいよ、まあ、うちらはもう濃い色に決まってるんでね。はい、もうね、大丈夫ですけども。で、ソロがあって、ソロがあって、うん、それからアボカドの初めましてのユニットをアコースティックでやりたいと思います。はい、です、はい、楽しいひとときをやりたいと思いますので、皆さん、お酒も進んでますけれども、7月7日、7月7日のチケット今日バンバンも出ておりますから、清き一票、違うか、はい、なんや、そんなんでいいですよ。7月7日、本当によろしくお願いします。はい、ではこれからは一人ずつのオリジナルタイムです。聞いてください、クラゲの行方。
登場の仕方よ。みんな食べてるかい飲んでるかい。では、アボカドね、もう最後の曲になってしまいました。ありがとう。夢ありがとう。ドリーマーになってしまいましたけど、最後の曲は、私のソロでやりますけれども、みんなもう声を出していこうということで、私煽る係、煽る係、煽ってください、煽る係やってください、ね、みんなどんどん声を出していこう。はい、男子も声を出していこう。恥ずかしがらずに、いやいやいやって言ってくださいよ。いやー、 OK、 準備はいいですか。いやということで、アボカドでした。ありがとうございました。